鳥山石燕根弱百鬼周囲より、泥田棒鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、泥田棒のブロンズ像。泥田棒は、鳥山石燕による、画集、根弱百鬼周囲にある日本の妖怪。石燕による泥田棒は、顔が、片目のみで手の指が三本しかなく、泥田から上半身のみを表した姿で描かれている。 本尺百鬼周囲の解説文には、昔北国に、沖縄あり子孫のために、いささかの電磁をかひよけて、干渉風雨を避けず時々の工作をこたらざりしに、この沖縄ししてよりその小酒にふけりて、農業をこととせず果てにはこの電磁を他人に、売り当たへれば夜な目の一つある黒着物い入て、田か,かへせとののしりけり、これを、 泥多房というとぞとあり、北国に住む沖縄、子孫のために買い込んだ田を残して死んでしまい、その息子は農業を継ぐどころか酒ばかり飲んで、遊びふけってより、夜な夜な田に一つ目のものが現れ、田を返せ、田を返せと罵ったとある。現代、そのような伝承は、当時の田の文献や、民間伝承などでは確認されておらず、未生であるとされている。昭和、 平成以後の妖怪に関する文献では、赤炎の解説文をもとに、農業を営む老人が他を残して死んだ末、宝刀息子を恨んで、泥多房という妖怪と化したものとして解説されている。小説家、山田則雄の著書、東北怪談の旅には、泥田房という題で、山形県にあった話として、以下のように述べられている。省内に住む秋という女が、 夫の犯罪門が川の工事に借り出されてずっと家を開けているので毎日家で怠けていた。しかし周囲から他で働いているみんなと同じように家から出ろと言われ仕方なく家を出たものの田植えもせずにぶらぶらしていた。ある時山へ入った秋は見かけない若者に会い彼とちぎって毎日楽しむようになった。やがて犯罪門が仕事を終えて家へ帰ると秋がいない。 人捨てに、秋がよく山へ行っていると聞き、その山へ行ったところ、蛇を股に巻きつけた秋が卵を産み落としていた。呆れた犯罪門は、秋に、蛇の妻になれと言い、離婚を言い渡した。秋が山を降りて、他のあぜ道を歩いていたところ、だから、泥だらけの坊主、泥伝坊が現れ、蛇の子を産むより田植えをしろと言い放ったという。泥田坊は、鳥山赤縁の描いた。 今弱百鬼集以外には、近世の古い文献における伝承は確認されておらず、いくつかの解釈が存在している。国文学者、安倍聖路は、人間の手の五本指は二つの美徳と三つの悪徳を、示し、死に、鈍乱、愚痴という三つの悪徳を知恵と慈悲の二つの美徳で、抑えているので、三本指の泥多棒は悪徳のみで、生きる。 いやしい存在ではないかとしている。泥太棒という名称については、何もかも台無しにすること、無茶なことをすることを意味する、泥タを棒で撃つということわざをもとに、石炎によって名付けられたとの説、また、石炎とも、教科を通じて交流があったと推測される、奇襲藩の手に、品川玄子の教科師としての画号、泥太棒無性に由来しているという説などが、 考察されている。一方、妖怪研究家、忠勝美は、泥田坊は石炎が、言葉遊びから創作したものであり、新吉原を、妖怪の姿として描いたものではないかとの説を、唱えている。江戸では、北国というのは新吉原の衣装であり、吉原田んぼとも呼ばれていたことをはじめ、他を返せとは、隠語で、成功の意味。また、泥は宝刀の、 党に通じ、沖縄が死んだということは、沖縄なくす転じて、縄なくす、すなわち、七草を流すということに通じる、といった点を挙げ、石炎の解説文についての解釈をしている。劇作家、別役実は、自身のエッセイの中で、窃盗犯を意味する、泥棒という言葉が、泥多棒に由来するという説を聞いたことがあるとしている。 しかし出典を明示していないため根拠や信憑性は不明である。ありがとうございます。